どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さんこんにちは。今日は外からアウトドアからガズレレ YouTube チャンネルをお届けします。今日はですね、とっておきのニュースですよ。何事かと思われた方、これです。これどうですか。これはですね、ウクレレリュックの新しいタイプのウクレレリュックでございます。以前ね、後で写しますけど、以前ガズレレ×メイでダブルネームで作ったリュックサックがあるんですけど、新しいデザインで、なんと構想1年、デザインから企画全てガズレレで取り行った、このウクレレリュックサック、ガズレレリュックサックを予約注文受付開始いたします。予約注文受け付けようと思ったんですけど、なんとそれを予約注文するサイト、そこがですね、8週間前じゃないと予約販売ができないということが、家に戻ってきてこれ判明しましてですね、せっかくこれ、動画撮ったのにってことなんですけど、クリスマスシーズンとかお正月のシーズンで、コンサートウクレレとか、まあ、ソプラノウクレレもこれ入るんでいいんですけど、買っちゃう人がいるかなと思って、ちょっと待ってっていう意味を持って今日これシェアしたいと思います。で、ひとまずもう一回動画、外の動画に戻るんですけど、また後で詳しいところでこの動画差し込んできますんで、ひとまずご覧ください。まずちょっとご紹介しましょう。まずこれどうですか、これ。ちょっと大きめだと思うんですよ。これね、コンサートウクレレが入ってるんですよ。コンサートウクレレが入るやつです。で、じゃあちょっと中見てみましょう。はい、ここに置いて中を開けてみたいと思います。まずここ見てください。ここにプリントがあるんですけど、黒に黒のプリント、かっこいいでしょ。これがね、いいんです。で、これはサンプルなんでちょっと大きいなと思ったんで、もうちょっと一回りちっちゃいロゴになると思います。それとあとこれ、ここ背負うところにもここにプリントが入ってまして、ガズレレの、はい。で、これね、ここにもハンドルついてるでしょ。こうやって持てるんですよ、つまり。こうです。そうすると案外こう、スーツでも、ビジネススーツでも結構大丈夫ですよ、これだったら。はい。開けてみますか。開ける前に、まず外側見てみます。ポケットが2つついてます。下開けます。そうすると、こんな感じで今何が入ってるかというと、パソコン入ってました。パソコンも入るし、はい。もちろん、こんな楽譜の本も、ここにスコスコ入ります。相当これは容量ありますよ。ただし街はないんでね、あんまり分厚いもんは入れられないかなって感じ。まあしまっときましょう。はい。そしてここにもポケットが、ここもね、見て、結構ね容量ですよ。スマホとかなんか財布とかちょっと入るんじゃないかなって感じですけどね。ファスナーがあります。じゃあ中見てみましょう。開けますよ。こういうふうに、こういうような感じでね、こういうふうに開くんですよ。このリュックがね、こういう感じです。こういう、ここがこう止まってるタイプですね。開けますよ、皆さんご注目ください。いきますよ、ダーン。はい、このウクレレはガズのわがままウクレレコンサートサイズです。あ、ちなみにこのガズのわがままウクレレの次回入荷情報ですけど、来週12月の22日の週にきっと公開になると思います。まあ、ひとまず今日はこのリュックのご紹介ということで、こういう風に入っておるわけでございます。もちろんこれ見て、楽器用でものすごく生地が厚いですからね。もうちゃんとクッション材がしっかり入ってますから、この周りは。はい、ここもね、すごい分厚いです。柔らかいクッション素材が入ってまして、なんじゃこりゃと思うじゃないですか。これ今回これがキーポイントです。ちょっと見てくださいね。マジックテープでこれついてるんですよ。ほら、バリッと剥がせてマジックテープがついてる。ここにこうやって、これ何が入ってると思います。これ開けますよ。じゃーん、これ譜面台です。譜面台をここに入れられるという凄まじい機能です。で、これ別に譜面台入れなくてもいいんですよ。で、なんか好きなものを入れていただいてもいいんですけど、これ必要でなければ家に置いといてポーチにもなるし、そうしたらこれもね、これポーチです。例えばちっちゃいポーチもついてます、中に。ここにもマジックテープがついてて、これ位置をずらせるからね、自由自在になるんですけど、はい、ここにはこうニベアだったりとか、スマホスタンドとかチューナーとか、何でも、例えばハンカチとかね、そういうもんでもいいと思うし、まあ、ただポーチですから。これをこう締めて、どこでも好きなところにこうはめられるわけです。ここちょっとスカスカするなと思ったらここに置けばいいし。で、この中をね、開けるとですね、ここにこう安全表示、品質表示みたいなのあるじゃないですか、こういうの。これもガズレレ書いてあって、まあ、これが嬉しいじゃないですか、こういうのがね、こういうの書いてありますよ。なんで、まあなんというか、本当にガズレレが一から作り上げたということで、まあ初めてのね、もうオリジナル、こっちはほらダブルネームでやってたから、メイ、アメリカのブランドメイと。なんで今回初めてのガズレレプロダクトということです。こっちもいい感じです。で、これはね、ガズが思ってたことなんですけど、あんまおすすめはしませんけど、見てください。こんな感じで、2本もすっぽり入ってしまいます。これはいつも使ってるソプラノウクレレですけどね、
こんな感じで使うこともできます。まあこれは結構荒技ですけど、まあなのでこのフレキシブルにこの取り外しができるっていうのがポイントでして、これマジックテープがついてるんでしっかり固定されて動きませんので、はい、これがすごい高機能でしょ。これこんな感じでよいしょやって、これ閉めたらもうここにウクレレが入ってるなんてわからない。ちょっと大きいですけどね、コンサートサイズなんで。でまあ背負ってみると、まあこんな感じでしょうか。ここのあの 肩のとこも結構こう厚く作ってあるんで、このクッションも入ってるし、楽ですよ。ここも分厚くて、あのクッション材もたっぷり入ってるんで、こう肩も 楽ですからね。でここがね、この飛び出しが、これ計算何回もね、ここのどのくらいここ飛び出されるかってもうサンプル繰り返したんですけど、この辺が結構ベストかなということで、かっこよく決まったかなと。あとこれもね、大事なんですよ。ここカチッとやるとさらに楽になりますから、こんな感じでも完全防備です。はい、ぜひ皆さん、あと今カメラ撮ってるハニーもちょっとしょってもらえます。女性が持つとどんな感じになるかっていう、あ、その前にこのプリントです。ここのプリントなんですけど、ちょっと見える、このナイロンの繊維に対してこっちのラバーみたいなプリントで、この光の加減でロゴが分かるっていうのが今回のこのなんていうかな、キーポイントになるところだと思います。この質感がね、もうちょっと小さくなるんですよ。さっきも言いましたけど、ひとまずこういう感じです。じゃあカメラ持ち帰って、ハニーに背負ってもらいましょう。はい、そういうわけでハニーさんの登場です。どうもこんにちは。女子が持つとどうなるか、前から見たらねもう全然分かんないでしょ。じゃあちょっと横向いてくれますか。まあ大きいっちゃ大きいですけどね、でも結構可愛らしくないですか。ここに、はい、でこんな感じでガズレレっていうロゴが角度によってなんか分かるっていうような感じで、なんで女子が持っててもそういう違和感はないかなと思います。コンサートサイズだからちょっとどうしても大きくなっちゃうんですけどね。あ、もちろんこれソプラノウクレレ用としても全然使えますからね。はい、女子が持つとこんな感じになりますということで、どうですか。可愛いね。ね、可愛いですよね。そうそう、なんでこれは女子でも結構いいかなということで、このワンポイントもね、よく見るとこのキラッとこの質感の違いで分かるかな。はいはい、ちょっとねこれ黒に黒だからカメラだと分かるかどうか分かんないんですけど、とにかく女子が持っても結構スタイリッシュに決まっているかなという感じがします。やっぱりこのブラックの色もね迷うところなんですけどね、やっぱりブラックがこう締まりがあってかっこいいんですよね。はい、じゃあ小杉さんありがとうございます。はい、あ、そういうわけでですね、これはもう今ソールドアウトになっているんですけど、以前作ったメイドダブルネームしたコンサートサイズのウクレレリュックサックなんですけど、これと比較してみるとだいぶ感じが変わったなって感じがすると思うんですけど、こっちはねこれがついてて結構これがものすごくベストセラーベストヒットになったんですけど、こっちはもう絶版でソールドアウトになっております。すいません。でこれで2コンドル、まあ、切り替わったということですけど、はい、そこでいつ皆さんの手に届くかっていうところがこれ肝ですよね。ですね、イメージとしては3月の中旬なんですけれども、うまくいけばどんどん早くなるんで、そこ期待しつつも一応3月真ん中か前半かぐらいのイメージでいただいておくといいかもしれません。これを今から作り始めるわけでございますので、数量はまず最初はですね、限定がやっぱありますんで、あ、ちょっと気になった方早めの方がいいかなと思うんですけど、まあまあこういうことで、このリリース、このガズレレのリュックサックを、この度ようやく注文をさせていただくということで今日ご案内しましたと思っていたんですけど、今家に帰ってきてですね、その予約販売をするベースというサイトを確認したら、なんと8週間前じゃないと予約販売のページが作れないってことが判明したんです。なのでこの、さっきね外でご紹介したこのガズレレリュックなんですけど、今日はこれが発売されるから、もしかしてコンサートサイズのウクレレケースどうしようか買おうか迷ってるとかいう人、ちょっと待っててって動画になっちゃいそうです。なんで年明けて2020年の1月18日19日20日ぐらいにこの予約販売サイトをベースっていうところでオープンさせます。その時に改めてもう一回こちらの動画シェアしたいと思います。まあびっくりしました今。なんでちょっとねややこしくて申し訳ないです。一回整理すると、とにかくこのガズレレのね新しいプロダクトとしてこのリュックサックが出るということが決まりましたということで、さっきも動画内でも言ってるんですけど、3月ぐらい皆様の手に渡ると思うんですよね。なんでは早くなる可能性ももちろんあります。まあ、そしたらそれでまたちょっと早まるかもしれないですけど、そしたら予約販売開始は年明けの2020年1月19日とかそのあたりになると思われますということです。それを一応ご報告させていただきます。でもこうやって伝えとかないと、コンサート用のウクレレケース買っちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、
まだちょっと待っててくださいね。ちょっとご検討してる方、これをぜひゲットしてください。そういうことでちょっとややこしい動画になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、よろしくお願いいたします。あとさっきも言ってね、何回も言って申し訳ないんですけど、このカズのわがままアクレレ、こちらわがままアクレレもですね、事前予約注文いただいた方も日々発送しておるんで、 お待ちの方、もう何段階にもなってるんですけど、届く方またいらっしゃると思うんですけど、まあ、まだお待ちの方、お待たせしております。でこれもまた新たに予約注文販売を、来週、の週12月22日ぐらいの週にのどこかでご案内します。またこんな感じでこのわがままウクレレのご案内もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もうこれおなじみだもんね、皆さん。これはね、本当いいですよ。あちゃこリットミュージックの本とかいろいろそんなのもありつつですね、 YouTube チャンネル引き続き、よろしくお願いしたいということで、皆さん音楽どんどん楽しんでいこう。さよなら。